はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、バッテリーの管理をスマホでするね、BM2 っていうアイテムね、これメーカーさんはね、クイック なんかね販売元はね、なんかいろいろあるんですけど、結局同じとこの、あれなんですよ、製品なんですよ。ちょっと本体についてないな、こんなやつです。このやつね、ですで、もう単純にね、バッテリーにプラスとマイナスに直結して使うようなアイテムになってます。で、管理するね、スマホで管理するアプリがあるんですけど、それにね全部表示されるようになってます。で、僕の場合もうね、木星で切って、なんていうか木星でつなぐような感じにしてますけど、そんな感じで使ってます。で、これがすごくね便利で、特にねやっぱり僕みたいにこういろいろ伝送品をいっぱいつけてる方はつけててもね、損はないというふうに思います。スマホのアプリね、ちょっと画面キャプチャーしてるんで、それでご紹介したいと思います。これまず上のところにブーストローム250って出てますけど、これはね名前を、決めれます。ハードウェアごとにね、だから複数、例えばバイクと車とか、2つ買ってね、つける、でそれを切り替えてね、どっちも使うなんていうことも、できるようになってます。Bluetooth デバイスっていうところで、今これVstorm 250って出てますけど、車の方に例えばつけたら、特にねこれね面白いあれで、ペアリングの必要もねないんですよ。勝手にねここで出てきます。つけて新しいユニットを取り付けて、その近くにねスマホ持っていけば勝手にここへ出てきます、ね、でここで名前をねこう変えることもできますね。でいろいろこうね、今これ設定画面なんですけど、警告をどのくらいから出すとか、そういうふうなやつとか、設定でいろいろ決めれるようにはなってます。でもあんまりいじることは多分ないと思います。でこれがね、メインの画面になるんですけど、今バッテリーの残量がだいたいどのくらいあるかとか、で当然ね今の電圧も出てきますし、直近のね電圧の動きだったら下のところにグラフでこう出てきます。今エンジンかけてませんけど、例えばこれでエンジンをかけると、今ね電圧がピッと上がりましたけど、こんな感じで電圧がもうリアルタイムな電圧が出てきます。はい、ではい、でこのグラフのところをタッチすると、こういうふうに今日ね今走行してきたところだから、何時にこのエンジンをかけたかっていうね、こういうふうに指でスライドさせてあげることによって、その時その時間の電圧っていうのもある程度、めちゃめちゃ細かくっていうのは出ないですけど、大体のこう電圧の具合っていうのを見ることができます。でこれ日付でねこう遡って何ていうか前の部分も見ることができます。で大体ね何日だったかな、多分確かね1ヶ月くらいだったかな、ちょっとまた出しておきます要するにスマホと通信してなくても、この機械の中にデータを蓄積していきます。だから定期的にね、なんていうかな、1ヶ月分くらいは貯めれてて、1ヶ月に1回ね、こいつとスマホと通信してあげると、そのデータをね、
こうリンクしてくれるっていう、あのデータを移してくれるっていうね、スマホの方に、こういうふうな、アイテムになってます。だからあのただあのこのアイテムの弱いとこっていうのは、これを例えば、こうスマホをね、バイクに取り付けて、この常時ね電圧を管理、しようと思うと、あのまあこれ iPhone だけかな、ちょっと分かんないけど、あのこう今あれですけど、あの画面がね、あの待機モードっていうか、あのなんていうかな、画面消えちゃうんですよ、あのこの画面のまんまにしてても。だからあのなんていうかな、 あくまでもその全体のこう管理をねずっとしていく、時に、まあ、どういう動きを電圧がしているかっていうのを見たい、ためのアイテムと思ってもらったらいいかなと思います。だからその時その時の電圧を乗りながら管理するんだったら、やっぱり電圧計はね別につけてあげたらいいかなというふうに思います。で僕の場合は今はね、前は電圧計別につけてたんですけど、今はあのドライブレコーダーの方にも電圧計の表示があるので、そちらの方を使うようにしてます。だから電圧計単体っていうのはつけてないですね、今はね。 GSX の時はつけてましたけど、はい。ということで、これねすごくね便利なアイテムなんで、もしよかったらね、またチェックしてみてください。概要欄の方にもね、そのアマゾンリンクちょっと載せとくんで、まあ、興味ある方は、ね、3000円4000円くらいの商品なんで、まあそんなにね、なんていうかめちゃめちゃ高いっていうわけでもないんで、もしよかったらいかがでしょうかっていうね、いう感じです。すごく僕は気に入ってます、はい。ということで今日はね、電圧の管理ユニット BM2、だったかな、ね、のご紹介でした。まあ、またね、いろいろ、こっつけてるやつここにね、撮影していきますので、もし興味あればね見ていただけたらと思います。ではでは。